原発によって村を追い出された、追い出されて残った土地です。全て奪われたらどうしますか。自分の身になって考えてください。アラームは鳴りっぱなしです。一番は俺、なんで村長、傷つけられたのかな。それは子供たちだ。